3号艇、小月博選手です。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。改めて準優勝戦を終えての船橋、今仕上がりいかがでしょうか。そうですね、全体的にまずまずです、まだつけたいところというのはありますか。ちょっとターン周り後半がちょっと重いなっていうのがずっと5日間ありますね。そこはどうすればいいというのはなんとなくどうですか、つかめましたか。我慢していくかもしれないですね。逆に直線はいいと言われてましたよね。そうですね、直線合えばいいと思います。どうでしょう、3号艇なんですが攻めていく足もありそうですか。でも1号艇2号艇しっかりしてるんで、展開があればなと思います。スタートはいかがでしょうか。それなりに、はい、一定心しっかりいけてると思います。はい、それでは最後にファンの方へ一言お願いします。はい、紅白3号艇なので優勝を目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。